高校野球和歌山大会、智弁和歌山4の二金大新宮、29日、決勝、和歌山市君井寺。初戦から無失点で勝ち上がり、5戦目の決勝でも34イニングまで無失点を継続。9回に四万塁から2点を返されたが、猛攻をしのいで逃げ切った。1955年、明30 野新宮以来69年ぶりとなる全試合無失点優勝は惜しくも達成できなかったが勝ち切ったエースナンバーを背負う最速143キロ右腕の渡辺隼人投手2年が重圧を押しのけ先発の役割をきっちりと果たした2回は一・死一・二塁のピンチを招くも三ゴロ併殺先頭打者に中前打を許した3回も併殺打などで得点を許さなかった その後もゼロ更新を続け、ゲームメイクに通した。9回途中2失点で降板、最後は中西隆輝也投手、3年、が中飛に打ち取り試合を締めた。打線は、6回に西二塁から5番松島翔と内野手、3年、が試合の均衡を破る左前的地打を放ち先制。7回にも西一二塁から途中出場の高桑京志郎外野手、3年、 が左前適地打を放ち、8回には2点を追加してリードを4点に拡大。7回まで打者1巡ずつで変わる系統策に出てきた近代神宮投手陣を攻略した。決勝まで大会史上初となる4試合連続コールド勝ち無失点で勝ち上がってきた。投打で盤石の強さを発揮し続け、2年ぶりの頂点まで上り詰めた。